皆さんこんにちは、高橋貴子です。本日はポイント16ということで、初心者がまずは取り組みたい教室集客の SEO ということでお伝えしたいと思います。こちらの方ですね、まずは初心者の方は何からやっていったらいいのかということで、キーワードの選定とかはできたとは思うんですけれども、一番最初にやっていきたい最重要ポイントがタイトルになりますので、ページの方のタイトルですね、ちょっと難しい専門用語で言うと、HTML っていう言語が、ウェブの原稿があって、そこの中にタイトルタグっていうのでこう囲まれている場所があるんですね。そこの中にタイトルを入れていくっていうことで、表示を検索対策として探される表示をしていくっていうのがまず一つになります。例えば私の場合には、横浜天然酵母パン教室アトリエリプラ、このあたりがそういう内容になってくるところです。あともう一つはメタタグって言われるところのメタディスクリプションですね。こちらの方も、入れ込んでいくと、私の場合ちょっと文章長くなります。横浜の7つの天然酵母パン作りを少人数で丁寧に教える教室アトリエリプラ、他のパン教室にはない成形の可愛らしさが自慢です。40代から始める大人女性のおしゃれなパン作り、リピート率 93% の横浜パン教室という、ここのところですね、これメタディスクリプション、これを書いていくっていうのも、大事になってきます。あともう一つはそのサイトの中に、必要なキーワードないしはその、ブログのような文章の中に、キーワードがどれぐらい入ってくるかっていうのも必要になってくるので、何も意識しないとパン教室とか天然酵母っていう言葉が入りにくくなってしまうので、不自然にならないように自然なレベルでそういうのをちょっと入れ込みながら文章を書いていくと、検索エンジンの方がこのサイトはその用語に、関連したいいサイトですというふうに評価をしてくれるようになります。なのであまりしつこく無理やり言葉を入れると怪しいサイトになってしまうので、普通に検索されるないしは、分かってもらえるレベルで、対策をしていくっていうのが、自然な形で一番いい方法になります。